工学研究家の須田と申します。私電子工学の者なんですけれども、工学研究家の OCW 運用委員をやらせていただいてますし、工学部の公開講座委員と、あと電気電子工学科の広報委員をもう5、6年もっとかな、なんか終身広報委員になりつつあるんですけども、こういうような身分のものです。で今回は、3つのトピックについてお話ししたいと思うんですけども、1つは、戸澤先生が書かれたアブストラクトのところに、板書をこういうのを害するって書いてあるんですけど、多分僕のことかなと思って今日は来ないといけないなと思って無理してきたんですが、その話と、あと、私 の、あの信念というか、その初回の授業が非常に重要だと思うので、それだけでも OCW がするといいという考えと、あと、公開講座とかオープンセミナーの OCW 化について工学部の取り組みを説明したいと思います。でまず一つ目なんですけど、板書派、パワポー派と、板書派があるわけなんですけども、私は板書派なんです。で一応教科書はあって、昔の先生は本当に教科書もなくても黒板にブワーッともうびっちりと式を書いて、もうこれが教科書だっていうふうにおっしゃってる先生もいたんですけども、そこまではいかなくて、一応教科書あるんだけれども、板書を使って説明していきますよというスタンスでやってるんですが、でなぜやるかというと、その今の学生は、黒板をメモを取りながらその話を聞くというのが著しく低い学生が多くて、学生たちには君たちが将来就職して部長さんがこうホワイトボードに書いて、お前議事録作っとけと言われた時に、ちょっと字もうちょっときれいに書いてくださいとか、まだ書き写しないから消さないでくださいと書いて、お前はアホかというふうに言われるので、僕の授業の板書をちゃんと取るようにというふうにやっています。そうすると学生の賛否が非常に分かれまして、僕は予習を、このところを来週するから予習してきてねって話をするんですけども、予習した学生はどういう式が出てくるか分かっているので、僕の板書の図とか面白いところだけメモして、あとは話を聞いてくれるので、非常に僕の授業は分かりやすいっていう学生が3割ぐらいいるんですけども、3割ぐらいもう非常にひどい授業で分かりにくくて不親切だって学生が分かれるんです。で文句を言う学生のアンケートを取ると、まず一つは教室の不備で、この教室の2倍ぐらいの奥行きがある教室で、確かに後ろの学生がよく見えないという教室の不備があります。あともう一つは本当にもう板書をただ単に写すだけで精一杯で、もう何も考えてなくて、ただ単に板書を取るだけで終わりという学生が 2,3 割いるんじゃないかなということで、どうしようかなと思っている時に OCW の板書の撮影部隊を派遣してくれるという話を聞きましたので、それを活用しようということで活用しました。で学生には授業終わったら1週間以内に、ウェブで公開しますから、だから板書を取るのが全てではない。だから授業では要点をメモして内容の理解に集中して、もし取り損なってもそれはウェブで後で見れるんだからねっていうふうな話をして、学生にくれぐれも、これで板書が手に入るので、授業に来なくて大丈夫というのは絶対にダメですと、板書だけ見ても絶対意味わからないので絶対に単位は取れないことを保証しますというふうに学生に言いました。で、実際にやってみると、なかなか、評判が良くて、教育的な効果がアップしたかなというふうに思いました。であとその副次的な効果として、まずその私の授業は2回生の前期なので、私の授業をベースにというか、そのから発展する授業が2回生後期3回生にあるんですが、その先生方が僕の、下手な板書を見て、あ、須田さんこれやってるんだったらちょっとここはこうした方がいいかなというふうに、その教員間の連携が出てきましたし、先ほど先生おっしゃってましたけれども、自分の汚い板書を見ると、自分自身が振り返られるというのもあります。で私にとってはもう OCW のコンテンツが増えると、副産物というかおまけなんですが、もちろんこの板書は最終的には OCW のコンテンツにしていただいて、OCW にも撮影していた見返りにちゃんと貢献しているという算段になっています。でこれが、例なんですけれども、私の、これは、工学部の物性デバイス基礎論という、量子力学と統計力学を教える、基礎論ですけれども、私のそんなうまくない字ですけれども、板書で非常にカメラをうまく撮っていただいて、多分調整とか藤岡さん一生懸命していただいてるんですけど、非常に見やすい感じでPDF 化されて板書になっています。で、記録的な効果は十分あると私は思ってるんですが、OCW 的にこの板書を見るとどうかっていうことなんですけども、私はあくまでもその板書は、物事を分かりやすく説明するために書いた補助資料ということなので、現在は単に板書だけがアップされてるんですが、それを、もし物性論とかを勉強したい人が見に来てもちょっと分かりにくいかなというふうに思っています。
なので今作業しているのはその各授業でどういう内容をやってるってこととキーワードとあとその対応する教科書がありますので教科書の何ページから何ページに相当するものですよっていうのがあれば、実習する人の、参考になるのかなと思っています。あともう一つは講義のビデオの方も撮っていただいているんですけどもちょっとこれは今公開すべきかどうか悩んでいてというのはあの板書だけ見ても絶対分かんない予算ですけども、まあ、ビデオとセットで見ると分かるのでそうすると学生があの来なくなってしまうんじゃないかという気もして、まあ、別に来なくてもいいといえばいいんですけどもやっぱりライブで聞くのとあの録画で聞くのは違うと思うのでちょっと今考え中のところで、まあ、一部公開していこうかなと思っています。で次のトピックはその初回の授業だけでも効果的ということなんですが特に工学部の先生は教科していただけると思うんですけど工学部の専門科目の授業の最初はこの専門基礎科目がどういう社会にインパクトがあるかというかその社会のどういうこととつながってどういうふうになっていくんだよって話を少なくとも私は一生懸命して例えば半導体の授業をするときにはみんな iPhone 持ってるよね iPad 持ってるよね iPad を分解した画像とか見してこういうところに半導体があって今までこういう進化を遂げてきてこれからもどういうふうになるかあの見どころだよという話をしてじゃあどうしてこれが動くのかっていうのを分かるためにこれから授業頑張ろうねっていう話を最初にしています。であの学生たちの指導であの学科長経緯でいつも言ってもらってるんですけどその初回の授業出ないで2回目から授業出てきて全然わけわからんからつまらん授業ってのはもう的外れで1回目にこういうこの授業がいかに面白いことの基礎になるかって話してるのでこれ聞かないと2回目から来たら難しいのが始まってますからつまんないということで1回目の授業はもうとにかく全学生に見てほしいというふうに思っていてそれであの今電気の中で、まあ、1回目だけでいいから OCW 化しましょうよということで皆さんを勧誘しています。でそれは在学生にとっては以上に科目選択とかその来年勉強するとか後期勉強する授業の最初がつかみが聞けますから、そういう意味で重要ですし私が今考えているのはやっぱり高校生でその工学部の具体的なイメージがほとんどないまま来てしまっている高校生が多いんですけれども例えば僕のその半導体の話とか有機合成の話とかもそういうつかみを聞いてもらえればあなるほどこういうふうに社会でつながるところの基礎を巨大インターネットで勉強できるんだなと思うので非常にいいツールに宣伝になるかなと思っています。でこれは、例えば半導体工学の初回の授業で、まあ、LED とかいろいろ現物を小型カメラで映してみんなに太陽電子とか見せたりしてるんですけどもこれは、iTuneU に選択していただいてますけども、はい、こんなことがあります。で最後は、公開講座をオープンセミナーですけどもすでに本木先生おっしゃいましたけどもあの工学部では、工学部公開講座で非常に素晴らしい先生が毎年違う先生が毎年違う講義をしているんですがいつも定員が途中でいっぱいになりまして聞けない人が多いのでこれ OCW で公開しないと良くないというふうに考えました。で私あの工学部公開講座委員がちょうど順番が当たってきてしかも今年は、なんか普通はありえないんですけどその委員をしていてかつ講演もしなきゃいけないということで私が自分で講演することになったんですが、まあ、ちょうどいいポジションに来たのでじゃあ今回からもう全部撮影しましょうという話をして今回特にエネルギーで半導体のエネルギーパワーデバイスの話とか自動車のエネルギーの話とかあと高岡先生はゴミからエネルギーという話で非常に時代的にもちょうどいい話なので公開講座お調べ化しましょうということで話を進めましてただ僕は個人講師の一人として申し込むとその年限りなので、広報課とかいろいろ動いて工学部の工学研究課長としてもうこれはお調べにしますということで申し込みしていただいてそれで撮影の完了して今編集作業中です。でこういうことで重要なのは、事務の広報係ですけどものスキームに入ってないと来年から忘れされてしまうので今、OCW のスタッフと私が中継で相談しているやつを全部事務にも収集して来年からもうこういう手順でこうやっていけばいいからねということで事務の流れに組み込むということをしていきます。はい、以上雑白な話ですが終わりたいと思います。ありがとうございました。